浦和レッズが監督解任となったわね。今回は解任よりも新監督の方に驚いたかも。確かにそうだよな。解任と新監督両方で話題になってる。今回はその件についてやるのでぜひ、最後まで見ていってくれよな。ではまずは監督交代のニュースから見ていきましょう。浦和、ヘグモ監督との契約を解除、スコルジェ前監督が再び指揮へ。今季 J1 で3クラブ目の監督交代。ヘグモ監督解任でも驚いたし、その後任がスコルジェ前監督が就任するのはもっと驚いたな。ヘグモ監督の解任はなんとなくありそうだと思ってたけど、まさか後任がスコルジェになるとは全く予想してなかったわ。J1 浦和は27日、ベア・マティアス・ヘグモ監督との契約を解除したと発表した。前監督のマチェイ・スコルジェ氏が新監督に就任することが決まった。スコルジェ氏は就労ビザ発給などの手続きが完了次第、監督に就任する。また、スコルジェ氏が監督に就任するまでの間は、池田信康コーチが暫定的に指揮を取る。母国ノルウェーの男女代表監督を務めた経験を持つヘグモ氏は、2021年からスウェーデン一部ヘッケンを指揮し、22年にリーグ制覇。今季から浦和の監督に就任した。優勝候補として注目を集めた中、ルヴァン杯は3回戦で敗退し、リーグ戦は直近5試合勝ちなしで13位に低迷していた。今季の J1 では横浜 FM7 月、QL 矢印ハッチンソン、トス、河合健太矢印北見康介、に続き、3クラブ目の監督交代となった。なかなか厳しい成績だったな。そうね。クラブは何か話してるの？ J1 リーグの浦和レッズは27日、ベア・マティアス・ヘグモ監督との契約解除並びに、マチェイ・スコルジェ氏の新監督就任を発表した。それについてクラブの公式サイトで、堀之内聡スポーツダイレクター SD が、ファン・サポーターの皆様へ、と題して監督交代の理由について説明している。堀之内 SD は公式サイトで、今回の決断につきましては、継続を旨としてチーム編成を行う上で、短期間での監督交代に強い葛藤があったことも事実ですが、監督を変えないことを目的化せず、これまでの公式戦全28試合の成績、試合やトレーニングを通じて可視化されるスタイルの浸透度、ピッチ外も含めた選手やコーチングスタッフに対するマネジメントスキル等を定量、定性の両面から総合的に評価した結果をもとに行いました、と経緯を説明した。まあ簡単な決断ではなかったでしょうね。ただ、解任のタイミングはちょっと気になるかな。その辺はよくわからんが、ヘグモ監督というよりはもしかするとスコルジェ氏の状況次第だったのかもな。また、総評としては、やはり指導時に書いた成長曲線に対し、現時点でのチームの完成度は遅れを取っていると言わざるを得ません、とし、その原因が全て監督にある、という短絡的な打席思考で判断を行うのではなく、とした上で、シーズン途中での移籍による選手の入隊談や傷病による選手のコンディション不良が及ぼすスカッドの変化、その他の変動要素も考慮した上で、取るべき手段とそのタイミング、直接間接を問わない二次的影響も視野に入れた検討の結果、成長の方向性を継続することと、成長のスピードを上げることの重要性を再確認し、そのための手段としてこのタイミングでの監督交代という決断を下しました、と詳しく話している。監督としてもチームマネジメントの難しさがあったでしょうね。成績低迷は監督だけの問題ではないな。そして、最後に堀之内 SD は以下のように話した。浦和レッズというクラブがフットボールと向き合う姿勢として、勝利を目指さない試合は1試合も存在しません。選手、スタッフ一同、今シーズン残された全ての公式戦での勝利とチームの成長を目指し、最後まで走り、戦い、貫く覚悟ですので、引き続きのご声援をどうぞよろしくお願い申し上げます。AFC チャンピオンズリーグ ACL を制したスコルジェ新監督のもと、チームの再建を目指す。監督解任は残念だけど、スコルジェ監督が復帰するとなると浦和サポとしては嬉しいかもね。だろうな。その辺も含めてみんなの反応いこうか。結果が出ない矢印すぐ解任を繰り返してきているので個人的にはこのタイミングではないかと思う。あと家庭的な事情で退団したマチェイ監督が決断して引き受けてくれたのはすごい嬉しいけど、去年家庭を大切にしたい理由が退団理由だったからもう少し時期を空けた方がいいのではとも思った。ただ、去年より攻撃的選手が多い現有戦略でマチェイ監督の目指していたサッカーを再び見られるのはすごい楽しみ。確かに最近そんな感じで監督交代繰り返してきてたからね。そろそろチームとして方向性を固めてほしいよな。スコルジェ監督でどうなるか。ヘグモさんには攻撃面での上積みがあったことは感謝したい。一方で守備面はボロボロになってしまいショルツも流出するなど痛恨ではあったが、井上と佐藤の台頭があった点はプラスかと。あとは采配に可変性が少なかったのと、交代判断が遅かったのが不満だったかな。スコルジェ新監督、昨シーズンの手腕は素晴らしかった。戦力が整っていたらどんなチームを作り上げるのか非常に興味深い。よろしくお願いします。全体を見てもヘグモ監督を全否定って感じではなかったわね。それとスコルジェ監督に対する評価の高さが目立った。そんな感じだな。監督交代となると解任される監督は割とボロクソ言われるもんだが、特徴的かもしれん。二重の意味で衝撃的なニュースです。ヘグモ監督解任は噂レベルでは囁かれていたものの、シーズンのおよそ7割を消化したこの段階で踏み切るとは。そして、後任がまさかのスコルジェ氏。C1
シーズン中の主力選手の相次ぐ放出に2度のキャプテン交代、その背景にあるのは現場の不協和音。かと思いきや選手のコメントからはむしろヘグモ監督に強い信頼感を寄せる声も散見され、正直現状を測りかねていました。成績は振るわないものの、失点以外のスタッツはかなりの面で前年より伸びていて、結果以上に期待感もどこかにあり、今は、というか今シーズンはブレずに耐える時期かとも思っていました。シーズン中の監督交代はあまり良いイメージではないですが、後任がスコルジャ氏であれば話は別です。昨シーズン、惜しまれつつ退任となったところ、よくぞ引き受けてくれたと思います。今度は長期政権となることを願っています。チームの内情ってやっぱり外からはわからないからね。ヘグモ監督で問題となった部分もあるし、改善もあった。だからこそこういった反応になってる感じね。だろうな。崩壊させる監督ってマジで完全崩壊させるからな。ヘグモ監督はそうではなかったと。後任にスコルジャ監督ということもあって批判はかなり少ない感じだ。あとはやっぱり浦和サポとしては長期で見たいってのがこのコメントを見てもわかるわね。ポーランドのメディアでは、スコルジャ監督が中東などポーランド国外で監督キャリアを再開しようとしている旨の報道が6月末頃から複数ありました。まさか浦和に戻ってくるとは思いませんでしたが、個人的には歓迎したいです。完全に予想外だったわね。スコルジャ監督の復帰を予想できた人どれくらいいたんだろう。今年は降格しなければいい。だからスコルジャさんには来年までにどうにかチームの連動を上げてほしい。もともと攻撃的なサッカーする監督さんなので楽しみです。去年より結果が重視されるシーズンではなくなったので色々試してほしい。ヘグモ監督は攻撃的なサッカーにシフトする中怪我人も多く、慣れないリーグを戦うことに難しさがかなりあったのではないでしょうか。鳥栖、鹿島、川崎戦と明らか攻守においてかなり良くなってた中、今後がポジティブな意味で楽しみだったので残念ではあります。ただ結果や内容を見ると解任いた仕方ないかと思う反面ヘグモ監督2年目も見てみたかったので複雑。途中解任はオリベイラさん以来だから久しぶりですね。とりあえず池田さんよろしくお願いします。気のせいかもしれんが、浦和サポから定期的に今年は降格しなければいい？って聞こえてくる気が、気のせいよ。多分、1年目にしては少し厳しすぎないかという面と何も成果が出てないのに来年のクラブワールドカップ、このままではいけないだろという面が心の中でかなり交錯してた中でのこの人選はかなり驚いた。でもそもそもレッツはスコルジャに続投を望んでたし、本人の意思での退任だったからそもそもヘグモを招聘すること自体がセカンドチョイスだったから、解任もヘグモが成績悪いというよりもスコルジャに OK サインが出たからという理由が強そうだな。なんかタイミング的にそんな感じよね。この段階でスコルジャに結果を求めてはいけない。来季に向けてじっくりチーム作りをやっていってほしい。今季は残留すればよい。守備の再構築とヘグモが作った攻撃的スタイルの継承とスコルジャマジックをプラスして来季に期待します。スコルジャさん長くいてね。ってことで驚きとともにスコルジャ監督復帰で期待と嬉しさがある感じだったな。長い目で見る必要があるでしょうね。ある意味今シーズンはうまく利用して今後につなげる。スコルジャ監督がどんなチームを作り上げるか楽しみね。さてみんなは今回の件どう思っただろうか。高評価とチャンネル登録ついでに、コメ欄で意見を聞かせてくれ。それではまた次回。